5年ぶりだな、バズ。親父！親父？お、おい！たどり着くまでに眠っちまうところだった。バキが一撃で泥棒！わかるよな、俺が誰だか。あの日以来夢にまで見たこの日が来ること。ポッポが出血した。稽古は続けているようだ。ボロコ、私の名はここの戦士として登録されたままでしょう。いいのかい、今度は顔がぶった切れるぐらいじゃ済まないぞ。スペシャルマッチの決定じゃ。自分を抑えきれなくてな、チャンピオンである君を差し置いてしまった。あいつならこの地上にいるどんな猛獣と戦っても確実に殺してのけるだろう。やるからには負けてくれるなよ。無理だ。ストライダー、車を止めてくれ。ボクシングジムに何の用があるんだ。成長期。今はすでにオロチさんや元部さんが知ってる彼じゃない。彼にとっての殺傷本能は普通の人間の食欲や性欲と同じなんだ。見学会ならそこのソファーにかけて。ちょっとあんた何してんだよ。おっさんよ、ボクサー監禁してどうしようってわけ。俺な、ボクシングより喧嘩の方が好きや。ジャンプ。君にとっては複雑な気持ちだろうが、私は一流シェフのように彼を満足させてみせる。今夜もよく眠れそうだ。君はこのオロチドッポにハンマユージローと戦うなというのかね。この俺がハンマユージローに勝てんというのかい、坊や。なあ、おめえが親父をどう見てるのか知らねえけどよ。我々は新進会の門下生であることを神に感謝しなければなりません。本日地上最強に挑む男たちです。艦長に礼。今日は喧嘩だ。強い。断れるはずないですよ。バキ君、ここは私の道場だ。なんてことするんだ君は。こんな不意打ちを食らうようじゃあいつと戦うなんて自殺行為だね。君は空手家を知らんようだな。喧嘩の前に急所を体内に隠す。さあ始めよう。つくよ、いいね。どうしたバキ君、先月をカバーしたまえ。いいかね、蹴るよ。私はね、今見せた技を50年毎日1000本以上続けてきた。そのあなたがあいつには負けている。一体何があったんです。何のようだ。貴様とオロチの対戦が決まった時はヒヤッとしたぜ。賞賛なくして喧嘩を売る武道家はおるまいよ。邪魔されたくねえのさ、せっかくのご馳走な。ついに全ての打撃技を捉えた。見えるぞ。貴様のその努力に対して褒美をやろう。このアホが。私と裕次郎氏の間に何があったのかどうしても聞きたいのだね。はい。10年前のことだ。よし、もっと待ってこい。艦長、飲みすぎでは。ねえ、黙らしちゃい。オロチドッポだな。うん、
かりさせやがる。酒がな。おっしゃる通りだ、バキ君。彼にはすまないと思っている。そんな僕を差し置いて、あなたは奴に挑戦するんだ、裕次郎。バキ君、今日はまっすぐ帰るの？なんで？え？その…よう、チャンピオン、待ってたぜ。チャンピオン？さあ、やろうぜ。小杖ちゃん、先に帰ってて。まあまあ、いいじゃねえの。おお、俺だって加藤だよ、加藤。控え室で会ったろ。さあ、地下最強。そうさ。ちょっと。あ、おこら、ゴロゴからの伝言を教えてやらねえぞ。あのね、今日変な人がバキ君を訪ねてきたの。それでバキ君のこと、いつか話そうと思ってたんだけど、いい機会ね。え、バキ君もね、そんな父さんと同じ世界に生きてるの。男の人はね、誰でも一度は思うらしいわ、世界一強くなりたいって。母さんもわからない。でもね、あんなにも全てをかけてる父さんを。そこに何があるっていうの？五郎公からの伝言を教えてやらねえぞ。伝言？いや、かまわんかまわん、わしも早いとこ伝えたいと思うとったんじゃ。のう、バキ、裕次郎やドッポが驚くかもしれんほどのな。頸骨がやられと素手だな、こりゃ。え、艦長以外に素手で虎を倒す者がいるのですか？ちょっと猛獣狩りにね。